はい、どうも皆さん、こんにちは。コロソ公式アンバサダーのひでちゃんねるです。今回はコロソの講座の中からキャラクターデザイナーの信沢治おさむ先生の講座を受講させていただきましたのでご紹介していきたいと思います。そもそもコロソって何って方も多いと思いますので簡単に説明させていただきますと、コロソは業界トップクラスの専門家のノウハウをオンラインで学ぶことを目標に作られたビデオオンデマンド型のオンライン教育サービスなんですよね。 好きな講座を購入したらパソコンやスマホなど動画を再生できる端末さえあればいつででででももどここ授業を受けることができちゃうんですそんなこロその講座の中から今回は非常に人気の高いキャラクターデザイナーの信沢治先生の講座を受講させていただきましたので実際に講座を受講してみて特に良かったポイントを厳選してご紹介していきたいと思います。 信沢先生は大人気ゲーム「バンドリガールズバンドパーティー」のキャラクターデザイナーとしても有名な先生ですのでご存知の方も多いと思います。この動画を見ていただければ信澤先生がキャラクターデザインをする際のとっておきの秘訣を実際のプロジェクトと同様の疑似体験を通じてアイデアの着想方法からデザインへの広げ方修正点の触れ分け方まで実務に沿った具体的な方法を学べる他に キャラクターののの整合性を取るためのブララッッシュアップのノウハウハやキャラクターデザインの表情集や三面図アクションサンプルなどキャラクターデザイナーを目指す人にとって必要なノウハウを全て学ぶことができるこの講座がどのようなものなのかが分かっていただけると思います信澤先生のように自分でも魅力あふれるキャラクターデザインがしてみたいと思っている方やキャラクターデザインのノウハウを効率的に学びたい方コロソの講座に興味がある方は是非最後までご覧ください。 コロソドットグローバルにも対応していますので、英語圏の方もぜひ最後までご覧ください。それではやっていきましょう。ということで、まずは今回受講した講座の講師の先生からご紹介していきたいと思います。この講座の講師、信沢治先生は、主にゲーム業界のキャラクターデザイナー、アートディレクターとして、業界18年以上の経歴を持つ有名な先生なんですよね。大人気ゲーム、 バンドリ、ガールズバンドパーティーのキャラクターデザインを担当されていらっしゃるので、先生のイラストを知っている方も多いのではないでしょうか。今回の講座のカリキュラムは、6つのセクション、20本もの動画がセットになっています。信澤先生が直接講師となって、実際の仕事の流れを元にした仮想プロジェクトの体験を通じて、企画の立ち上がりからキャラクターデザインの実装まで、各フェーズで必要なノウハウを身につけることができるカリキュラムとなっていて、 キャラクターデザインの仕事をよりリアルに体験できる今までにない内容となっています。アートのシーンを作る手法やキャラクター原案の考え方からキャラクターデザインの作り方まで、これからキャラクターデザインを仕事にしたいと思っている人にとって知っておきたい大事なポイントをすべて学ぶことができるようになっています。 ということで今回はこの講座の6つのセクションの中から僕が受講してみて特に面白いと思った部分を厳選してご紹介していきたいと思います。この講座の良かったところ1つ目は仮想のプロジェクト体験型の講義でキャラクターデザインのリアルな仕事内容を知ることができるということです。今回の講座はプロジェクト体験を通じたキャラクターデザイン制作ということで 講義の内容がプロジェクト体験型となっているのが最大の特徴なのではないでしょうか。プロジェクト体験型と言われても分かりづらいと思いますので簡単に説明しますと、実際に具体的な業務、プロジェクトに参加してそのノウハウを学んでいくというもので、実際の仕事を行うようにキャラクターデザインの仕事を履修していくことができます。プロジェクトに携わるにあたってキャラクターデザインはどのような過程で進むのか、そしていつ、 どのような状態まで作成すればいいのかといった実務に沿ったキャラクターデザインの手法を学ぶことができちゃうんです。個人ではなく集団で作業するプロジェクトの中でどのようにキャラクターが作成されていくのか実際の現場同様の実務経験が得られるのはこの講座ならではの強みなのではないでしょうか。なぜプロジェクト体験をしながらキャラクターデザインを学んでいく必要があるのかそう思う人もいるかもしれませんが 先生自身、キャラクターデザイナーとしてやっていく中で、特に大きいプロジェクトの経験を積む機会がないということに課題感を感じているとのことです。さらに、チャンスを得られたとしても、実務経験がない状態で成果を出すのが難しいと感じているそうで、その原因として、特に大きいプロジェクトになるほどお金がかかったり、たくさんの人数が必要、期間も長ければ5年ぐらいかかるので、作れる本数がそもそも少ないということがあるそうです。 それにあたって、こういう風に取り組んだ方がいいといった内容のノウハウを先生自身あまり見たことがなかったので、実際現場でキャラクターデザインをしているとこういうことがありますよというようなことも知ってもらうために、この内容がいいんじゃないかなと考えられたそうです。 最終的な目的としては皆さんが今後それなりのプロジェクトでキャラクターデザインをやる機会を得ることができたときにそれが成果につながるということを目指してこの講座をやっていきたいということですじゃあ具体的にどんなことをしていくのかですが今回は仮想の新規プロジェクトゲームというものを一つ設定していて受講する皆さんはキャラクターデザイナーとして参加したという想定で立ち上がりから一緒に 順番に各フェーズをどんどんこなしていくという内容になっています。シミュレーションゲームみたいで面白いですよね。そして、今回の講義で皆さんがどんな仮想プロジェクトに参加するのかというと、スマートフォン向けゲーム開発プロジェクトになります。開発期間は3年という想定です。ターゲット、今回のゲームは誰に向けて作るのかですが、メインのターゲットはアイドルゲームが好きなユーザーで、 その他にシナリオが好きな人たち、リズムゲームが好きな人たちをターゲットにするといった感じになります。企画書の段階でだいたい市場に何人ぐらいのユーザーがいるのかということをあらかじめ調査して記載してあることが多いそうなんですよね。今回はアイドルゲーム的なものをメインに置きつつ、しっかりとシナリオの世界観が作られていて、ストーリーを読んでいても面白いもの、 かつメインのゲームではリズムゲームがあり、そういうところでもしっかりと活躍できるキャラクターや見せ方を作っていく必要がありそうだということが読み取れます。ゲームのコンセプトは超能力を持つアイドルの記憶を追うストーリーライブリズムゲームとなっています。ゲーム概要や世界観、ライブ演出など講義のための仮想プロジェクトとはいえ、 実際のプロジェクト同様細かい部分までかなりしっかりと作り込まれているんですよね。そして皆さんがキャラクターデザイナーとしてデザインを担当するメインのキャラクターの仮のキャラクター設定も用意されています。今回の講座ではヒロインと先輩、そしてライバルの3人のキャラクターをデザインしていくことになります。具体的にどう進んでいくのかですが、 一般的にこういったプロジェクトはフェーズごとに分かれていることが多いんですよね。今回キャラクターデザイナーとして企画フェーズでは企画書に載せるコンセプトアートを。プロトタイプではこういうキャラクターが登場します。こういうテイストです。といった感じのキャラクター原案を。アルファ開発ではキャラクターの三面図や表情集などキャラクターデザインを制作していきます。 キャラクターデザインを学べる講義は他にもあると思うんですけど、こんな感じで実際の仕事同様に課題をこなしていくといったやり方のものは今までなかったですよね。アニメ業界や他の業界もそうだと思うんですけど、現場の実務って会社に入ってからじゃないとわからないことが多いので、実際の仕事の流れを体験できるのは本当に貴重な講義だと思います。 かつ、キャラクターデザインも学べちゃうので、まさに一石二鳥の嬉しい内容なのではないでしょうか。これからキャラクターデザイナーとして仕事に就きたいと思っている人におすすめの講座となっています。この講座の良かったところ、二つ目は、信沢先生ならではのキャラクターデザインのリアルな考え方が学べるということです。キャラクターデザインの講義というと、絵の描き方の方を考えがちですが、 今回の講座では実際の仕事の流れに沿ってキャラクターデザインを作成する際に各フェーズでどのようなことを考えているのかが非常に丁寧に解説されていてそれがこの講座ならではの強みだと感じましたこの講座の流れとしては各フェーズの講座の始めにゴールがどういうものなのかという説明があってから実際に手を動かしてキャラクターを描いていくのですが例えば企画フェーズの場合キャラクターデザインの下準備 このプロジェクトのアートのシンを作るということがゴールとなります。アートのシンとは全キャラクターの共通項で他のプロジェクトとの差別化ポイントとなります。先生が担当されたガールズバンドパーティーの場合、シンが何だったかと言いますと、バンド活動をする5人組でテーマを持つ女の子たちがシということになるんですよね。じゃあ、どのように具体的なシーンを考えていくのか ということですが、先ほどの概要書の中からアートに活かせそうな部分をピックアップするというのが最初にやる作業になるんですよね。コンセプト、キャラクター、ストーリー周り、機能周りとアートに関わりそうな順にキーワードをピックアップしたら、それに優先度をつけて整理していきます。例えば、今回の概要書からは、超能力、仮想現実、アクション、ニューラルデバイス、 といった特徴的な単語が出てきます。この4つに優先度をつけると、超能力といった単語が強いので、優先順位としては上となってきます。そして、アイドルや戦争中といったキーワードも挙げられるのではないでしょうか。アイドルというキーワードだけで考えてしまうと、ありふれた設定で差別化が難しいのですが、 超能力や戦争中といったキーワードをアイドルとどう組み合わせていったら差別化できるんだろうといったところを考えるのが最初のステップとなるそうです。そして今度は各キーワードからマインドマップを広げてまとめていきます。各キーワードを広げたり繋いだりしてアートの特徴となるシーンを探っていくんですよね。例えば先ほどは図の2段目までキーワードを出していた状態でしたが、 そこから、例えば仮想現実だったら様々な舞台がある、アクションだったら特徴的な動きがある、ということが連想できると思います。そして、様々な舞台と特徴的な動きを組み合わせると、広く大きく動きそうだな、というところまで想像できるのではないでしょうか。さらに、ニューラルデバイスはおそらく頭部につけているんじゃないか、と想像ができると思うんですけど、 隣のアイドルの要素としてアイドル的な衣装というものを想像できると思いますがこの2つを組み合わせたら頭部に可愛いアクセサリーを付けていてもいいんじゃないかなということも想像できますよね広く大きく動くという要素と可愛いアクセサリーを組み合わせれば動きが生えるひらひらのある衣装というものも想像できるのではないでしょうか このようにマインドマップを使ってキーワードを広げていくとアートの特徴となる部分が見えてくるんですよね。この紹介動画では企画フェーズの触りの部分だけご紹介させていただきましたが、こんな感じで手を動かして絵を描く前に、このフェーズでは何がゴールなのか、 そのゴールを目指すためにはどのように考えればいいのかということを業界トップクラスのキャラクターデザイナーである信ぶ先生が惜しげもなくご自身のやり方を披露してくれているのは非常にありがたいなと感じましたこういった考えを実際にどのようにキャラクターデザインに反映させていくのか気になる方はぜひ講座の本編をご覧くださいキャラクターをデザインするときの考え方をしっかり学びたい人におすすめの講座となっています この講座の良かったところ3つ目は、キャラクターができるまでの全工程をノーカットで見られるということです。信ブ先生の強みといえば、やはり魅力的なキャラクターですよね。このようなキャラクターを自分でも描けるようになりたいと思っている人も多いと思うのですが、コロソの講座では講師の先生が絵を描いているシーンは、どれもほぼノーカットで見れるのが特徴となっています。 コンセプトアートの段階のキャラクターイラストの描き方からキャラクターの原案キャラクターのデザインの完成までキャラクターイラストを描く際に各フェーズごとにどのようなことに注意して描いているのか考え方やデザインのコツを余すことなく解説しながら描き進めてくださっているんですよねキャラクターコンセプトアートの初行キャラクターコンセプトアートの第2行 ヒロインの原案制作。先輩、ライバルの原案制作。ヒロインのデザイン制作。先輩キャラクターのデザイン制作。ライバルキャラクターのデザイン制作。一つのプロジェクトのキャラクターがどのような過程を通じて描かれていくのかをすべて見ることができるのは、それだけでも非常に勉強になるのではないかと感じました。 見ているだけでももちろん勉強になるのですが、書きながら先生がお話しされていることも非常に役に立つことが多いと思いましたので、気になる方はぜひ本編をチェックしてみてください。魅力的なキャラクターを書くためのコツを学びたい人にはおすすめの講座となっています。 ということで今回はコロソの講座の中から信沢治先生のプロジェクト体験を通したキャラクターデザイン制作を受講してみた感想をお届けしてきましたがいかがでしたでしょうかこのようにコロソの講座は有益な情報がぎゅっと詰まった内容となっているので興味を持たれた方もいらっしゃると思いますがとはいえ講座を購入するのに心配な部分もありますよね例えば動画の視聴期限なんかは気になるところだと思います 他の有料の口座の中には視聴できる期限が決まっているものもあってそういうサイトだと口座を購入したはいいけど忙しくなってしまってなかなか口座を視聴できないまま視聴期限だけが過ぎてしまい無駄なお金を払うだけになってしまったなんていう心配もありますがコロソの口座は一度購入したものは無期限にしかも何度でも視聴できますこれなら口座を購入したけどなかなか時間が取れない人や後でまとまった時間を確保して一気に見たい人でも安心ですよね あとは講座のボリュームも気になるところだと思います。コロソの講座は1講座につきだいたい20から30本ぐらいの動画で構成されていて、時間にすると約20時間くらいのボリュームになります。今話題のプロの方がこれだけの時間を割いてしっかりと教えてくださっているので、内容に関してはとてもいいものだと思います。価格は各講座ともだいたい2万円前後となっていますが、 20時間分のプロのノウハウが直々に学べると思えば僕はむしろお買い得かなと思いましたこの動画を見てコロソの講座に興味を持ってくれた方はタイトル下の概要欄のところにリンクが貼ってありますのでぜひチェックしてみてください期間限定でチャンネル登録者様向けにお得なクーポンも配布しておりますこちらのクーポンは今回ご紹介した講座に限らずコロソのどの講座でもご利用いただけますので気に入った講座があればぜひ受講してみてください シークレットクーポンはコロソドットグローバルにも対応していますので、英語圏の方も気になる講座があれば、ぜひ受講してみてください。私はキャラクターデザイナーの藤沢治です。コロソで、お待ちしております。